ニコライ・シフェルブラッドは、ロシアの指揮者、バイオリン奏者、この絵ひでまと共に、新交響楽団の指揮者を務めた。ビリニュス出身。1906年、チフリス音楽学校を卒業。その後、ドイツに留学して、ドレスデンで、ヘンリペトリに、帰国後、サンクト・ペテルブルク音楽院で、レオポルト・アウアーにバイオリンを指示した。音楽院卒業後、 ロトナロードヌイドオーム管弦楽団のコンサートマスター、モスクワ公共楽団の独創者兼コンサートマスターを務めた。1925年に日本の東京で開催された日露交換公共管弦楽大演奏会にロシア側のメンバーとして参加し、主席コンサートマスターを務めた。なお、後にシフェルブラッドの前任者として、 新交響楽団の指揮者となるヨゼフ・ケイニヒも自席コンサートマスターとして参加していた。帰国後、モスクワ交響楽団の独創者兼主席バイオリニストに就任した。1929年7月に新交響楽団の指揮者として招聘され再度来日。ヨゼフ・ケイニヒの後を継いで、1936年7月までその任を務めたが、 1936年10月に、ズダの発作のため東京五反田の自宅で休止した。1937年3月には、新公共楽団が、公認のヨーゼフローゼンシュトックの式で、シフェルブラッド追悼演奏会を行った。ありがとうございます。